ダークブラウンの色を合わせて、ラベルはシンプルなんですよね。その辺もいいとこですね。ただ平裏を白にするとかです。おはようございます。どうぞ。今日はね、ちょっと朝めっちゃ早朝に撮ってるんですけど、今ねレイアウト変更してます、店内ので。その中でドナイヤのグローブ入ってきました。で、ドナイヤのグローブ入ってきたんですけど、同時にオーダーグローブが入ってきまして、今回入ってきたオーダーグローブはすごく珍しく、そのオーダーグローブだけだったんです。他にもいっぱいあるんですけど、絶妙なタイミングでオーダーグローブがしかも1個だけ入ってきて、しかもそれがこれまでにない感じだったんで、紹介せざるを得んなという感じでございます。で、そのグローブなんですけれども、そもそも今ねやっぱり人気なのは DJNIM、 山田哲人選手モデルをベースとしたオーダーグローブはとても人気ですので、今回も DJNIM をベースとしてます。ではちょっと紹介しますね。こちらです。で、こちらね DJNIM なんですけれども、今回何がすごいかというと、白とゴールドっていうものとライトブラウン、ダークブラウンかな、を組み合わせてるんですが、基本的にこういうのには挑戦する方っていうのは少ないんですね。その理由がやはり、僕やったら思うんですけど、白とゴールドって使い方間違えたらめっちゃダサくなってしまうんですよね。ちょっとチャチくなったりっていうので、白とゴールドでこう明るい感じをダークブラウンで抑えるっていうね、むしろ高級感が増したっていう、すごくいい例だなと思って、かっこいいと。しかも補給面も白でいくっていうね、かなり男気のある感じで僕はいいと思うんですけど、なんていうんだろう、ぜひゴールドと白の組み合わせで迷ってる方がいて、ちょっと派手にしたいんだよっていう人はですね、一回ね、山田哲人選手のオールスターモデル見たと思うんですけど、これはねこういうのもあるっていうね、こういう使い方もあるっていうのを見ていってほしいと思います。じゃあどうぞ。はい、近くで見たんですけど、なんかすごいね、落ち着きのあるんですよね。こう豪華絢爛なんだけど落ち着きがあるんですよ。で、それはねやっぱりライトブラウンじゃなくてダークブラウンか、ダークブラウンのおかげだと思うんですよ。で、玉はみのダークブラウン、今回は紐とね、紐と玉はみのダークブラウンの色を合わせて、ラベルはシンプルなんですよね。その辺もいいとこですね。ただ平裏を白にするとかですね、補給面も白にするっていうのは、かなり、なんて言うんだろう、こう勇気があるなという感じはしますね。ちょっと見えにくいかな、こんな感じですね。綺麗やな今回も。ということでですね、今回結構あっさりしてるんですけど、今オーダーを考えてる方でゴールドを使いたい人にとってはなかなかいい配色なんじゃないかなと思って紹介させていただきました。それではお願いします。